ドを使う。シュート、いやー、どうか、ヘッドだ、さあ、パスコッチ。各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。スタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。この声援を背中に受け、両チーム今日のゲームを戦います。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。このトッププレイヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、このボール危険です。前線からプレスかけますからね。オスモードリッチ、うわ、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。このゴールキックをカットします。積極的なディフェンス。ボール入るか。これは合いません。対応します。もう一度タッチを割っています。バルベルデから右へ受けてくる。自分で持っていく。ムバッペ、まだこの前半スコアに動きは見られません。トニクロース、ポーランドから右サイド、ここはつながりません。カウンターだ。ムバッペ、ムバッペからホーランド、ムバッペ、狙えるか、シュート、ノイアー、いやー、よく止めましたよね。難しいボールでしたけどもね、いやー、よく止めましたよね。見事なプレーでチームを救いました。アウェー側としては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。おっと、これはやってしまったか。どうしたんですかね。北澤さん、今のボールというかプレーなんですが、いかがでしょう。いや、これはやってしまったという感じですかね。オンゴールで失点してリスタートとなります。こういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね。このオンゴールの影響は大きいですね。はい、これはファールの判定。レフェリーの注意が入ります。前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあ、この時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあ、それによって後半の立ち上がりのプランも変わってますよね。と呼んでいった。大きなクリアでここはしのぎます。相手は高さありますからね、足元を入れていくのもちょっとですね、どう打開するのか今のです。シュート、セカンド拾えるか。エリア内、これはいいディフェンス。インドネシアは2本目のコーナーキック。
ここはドリブルで上がる、自分で行く、シュート、こぼれます、打つ。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半から得点が動いています。さあ後半キックオフ、インドネシアとしてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいでしょうね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースをつかみたいですね。そうですね。フェデリコ・マルベルデ、これをカットします。ミュラーが受ける、エルナンデス、カバール、ビエラ、スペースを使う、シュート、いやー、ロープ、このゴールで追いつきました。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。バッテからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。いいことでした。インドネシア、ここで追いつきました。このワールドクラスが揃ったゲームなので、このままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね、はい、そうですね。さあ一気にカウンター、ミュラー、ミュラードリブルで上がる、マルキーニョス、流れを止めます。これは繋がりません。メッシーからカンセロ、ヘッドだ、さあ勝ち越し、ゲームをひっくり返します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。奪って今日2点目です。1点をリードしてリスタート、いや素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるので、これから試合が動く可能性も十分にありますよね。確かにそうですね。オフサイドですか。サブスタチューションオンザフィールドナンバー15、インドネシアはペーパーセッチです。ナンバー8、トニー・トーカミングフィールド、シュート、さあこぼれた、パッとナンバー18、いけるか、この位置で受ける、ゼミロー、アリソン、こぼれた。非常にオフェンシブですよね。ただカウンターだけは注意しないといけませんよね。さあホーランド、アウェー側としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。インドネシア、もう無理にはいきません。インドネシアとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、対面とのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。これを奪います。ボールはミュラーへ、サイドのスペース、ここで笛です。2対1、結果として見事逆転で勝利を収めました。ムバッペ、このゲームマンオブザマッチに選ばれました。さあいかがでしたか。インドネシアとしては後半に入ってからの逆転劇、これは見事でしたね。僕なんか見ていても前半とは全く違うチームに見えましたよ。本当サッカーって面白いなって思えるような試合でしたね。はい、そうですね、そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。インドネシア見事逆転勝利。